つ割る。ちょっと待って。テトさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。うん、昨日猫の日だった。今日は犬の日なの？今日は富士山の日だよね。ね、ゴリちゃん。今日は影にゴリちゃんがいます。そうです。ね。ちょっとこれが寄ってます。寄ってますか？こっちで。どうすか？オッケー。見てるのかな？XL さん、こんばんは。こんばんは。はい。まやさん、コルタ好き。うん、好き。好き、ありがとう。ありがとう。来てくれて。好き。うん。スマイルに、兄、マー君さん。STU48、握手会だ。いいの？いいの？さ、誰の連とか。誰の連か。いいの？気になる。行っちゃってね。はい。総理さん、こんばんは。こんばんは。6時ってこんばんは。こんばんはよ。初めてこんばんは。はい。シルフィード。シルフィードさん、こんばんは。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 ひょうさん、メリーひょう、アットマーク、メリーポピンズ全員推しさん。うん。ひょうさんだけでいいのかな、こういうの。ひょうさん。こんばんはー。こんばんはー。よし。あ、ひょうさん、あ、言うんだわ。ごめんなさい。なな？うん。そう。ひょうさん、STU、こじ、こ、STU、こ、あく、こつ、こあく会場で見てます。おお。ありがとう。いいなぁ。いいなぁ、誰の面だろう。あつやさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こっかか。まゆさん。けいかちゃん、パーカーよき。どう？待てよ。あさひ、髪の分け方よき。ここね。ここ、ここ。いっちゃう。アーミーって書いてあるんだ。見て。おそろち。今日のテーマはアーミー。アーミー、アーミー、アーミー。シオン、シオンさん、自動車学校なうじゃけ無音なう。伝わり、待ってよ。なんで言ってんの？待ってよ。読んだっていいよ、起きたら。はい。ちょっと人が来るまでコメント読み読みです。ガキ連携。アーミー意味わかるってまゆさん。自衛隊だった気がする。え、すごい。なんでわかんの？え、違うっけ。わかんなかった。すごい。ASMR に似てるよねって言ったよね。そう。え、これ声聞こえてんのかな、ちゃんと。聞こえてますか？聞こえてますか？テトさん、今日は何の企画やるのって。今日はちゃんと考えてんだよね。うん。からちょっと待ってて、もうちょっと、もうちょっと待っててください。しおんさん、もうなんでしょう。見てくれー。見てるかなー。おーい。ちょっと映った方がいいかな。どこね。シルフィードだ。確か。はい。ちょっと映った方がいい。来たくない？あ、来てる。あ、漢字書けんのんかいと。よいしょ、待ってね。どこまで行った？今日ももぐもぐする？今日はもぐもぐができないんですね。うん、そうなんよね。ちょっとね、お口に詰め物してね、詰め物。お口に器具さんがついちゃって、あのね、昨日つけたんですよ。そしたら食べれなくなっちゃってめっちゃ痛いんです、矯正は。視覚過敏プラス矯正でお茶も飲めない茶碗蒸しと卵豆腐しか食べれなくて慣れてますみんな聞こえてるよって本当？よっしゃ、よかった、伝わってる。あ、おい、ここです。おい、こい、
こんばんは。うん。つかぴーさん、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。みんなは何をしてたのかな。お仕事かな。うん。読んだか。うん。結構漢字書けません。ごめんなさい。響くよね。書ける書ける。ちょっとかっこよく書くわ。はい。はい。じゃあかっこよく書きます。まゆさん、私も無音って嘘ついたらボードカキカキしてくれるのかな。待って、故郷になるんだが。シルフィードさん、矯正始めたのね。矯正はね、元からしてたよ。だいぶ前から始めてました。え、合ってる？ちょっと違うね。一回見せてみようか。やだ、ちょっとバスが悪い。ケイチンの響きで。ちょっと違う。もう一回。どうね、合ってるか。合ってるよ。合ってますよね。合ってた。ごめん、なんかバカだった。いや、いい、たった長い。たった長い。ボンちゃん、こんばんは。こんばんは。二人とも大人っぽいね、だって。でしょ。やった。今日はちょっと清楚に頑張ります。綺麗にね、可愛くね。汚い。次、まゆさん、ボンちゃ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 ん。ゴリちゃんが笑ってるよ。イエーイ。やだ、ゴリちゃん。つかぴーさん、あ、間違えた、うん、読んじゃった、ごめん。いや、僕は今日お仕事でした。お疲れ様です。お疲れ様です。休みの日なのに。そう、頑張ってください。ありがとうございます。お金稼ぐのは私にはできないと思います。尊敬します、大人のみんなを。バカだね、自分。ごめん、本当にごめん。しおんさん、書けるじゃん。でしょ。隠す多いのが難しいの。つかぴーさん、二人とも応援してるからね。ありがとうございます。ありがとう。感謝感謝。ありがとうございます。うん、うん、まゆさん、今週ね、40度の熱が3日間出て私大変でした。40度はやばい、死んでしまうよね、うん、なんか人間の細胞は40何度かで死ぬでしょ。そうなの、よくわかんないけどね。知識ぶっ込もうとして。頑張って偉く見せようと思う。インフルエンザではない、わかんないね。何の毎月出るとき定期的なやつ。あ、そういうやつかな。ケイカもそういうの持ってるのよ。変な弟もそうだわ。ナッジさん、ナッジさん、こんばんは。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 だ、つかぴーさん、イベントであったら声かけていいかな。ぜひ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 。もう一度言います。ぜひ。じゃあそろそろ行く？うん、じゃあこの二人呼んで。はい、次行こう。えんさん、はじめまして。お二人ともかわいい。ありがとうございます。イエーイ。初見さんかな、はじめまして。あ、そうか、うん、すごい、初見さん、ありがとうございます。まゆさん、扁桃腺炎。おう、扁桃腺炎のやつだけど、読めるかな。読めますね。読めますよ。余裕でした。いや、私も読めてた。ここでしょ、扁桃腺って。なんか、先生が言いよった。そうなの、うん、お、喉の奥だと思っとった。この辺だと思った。ここ2個あって、よね。扁桃腺が腫れやすい人は、熱が出る。うん。しんど。で、なんか、先生切ったら、なく取ったらしい、扁桃腺。腫れちゃうから熱出るけ。害はないけど、ウイルス入りやすくなるみたいな。え、人間誰しもにあること？みんなある。ああ。シルフィードさん、ちゃんと読めるやん。でしょ。強いわ。あ、次行きます。じゃあ行きます。ごめんね、皆さん、行くわ、次のコーナーへ。ちゃんとかっちりこっちりとした番組にね、していこうとね、ね、思ってますね。書いてないっていう。そう、じゃあ今日はお絵かきコーナーをね。え、そっち自己紹介。あ、自己紹介よね。
やばい、バレた。ごめんなさい、皆さん聞かなかったことにして。脳みそのここら辺をプチって切って。うん、消えた。よし、OK。よし、はい、始めよう。ね、うん、はい。はい、こんにちは。次はですね、自己紹介だね、はい。ミミのことを知ってもらおうということで、それぞれ自己紹介をね、していきたいと思います。はい。はい。まずは、書きます。書いときよって話なんですけど、ちょっと雑談しつつ、じゃあちょっと読もうかな。う、ね、じゃあ読んでる間に書く、書く間に読む。そうですね、一緒です。一緒だ、私が今でずっと計画書きよる。早く書いてください、はい、じゃあ私がコメント読みます。マリオスさん、みんなエディオンスタジアムから STU 握手会へ移動中かな。そうか、うん、だな。だってあ、そうか、うん、スプラッシュのめっちゃ衣装可愛かった気がする。さっきツイッターの通ってさ、見た、ゴリちゃん。え、後で見よう。なんか俺紫のスカートによね、ほら、やば、韓国っぽい感じがめっちゃ可愛いと思って。え、この色めっちゃ可愛い ね、この衣装めっちゃ可愛いと思って、見たかったと思って後悔。あ、カノンちゃんが復活したね。え、いいな、ね、行きたかったね、うん、ありがとう、ゴリちゃん。ゴリちゃん、ありがとう、ゴリちゃん。STU、どこであんの STU の握手会。いいね、羨ましい、うん。スカピーさん、ナナミンの服かわいい、ケイチンとオソロなんだ、見て。アーミー、アーミー。マユさん、早速グダグダ。ちょっとだけだね、前回に比べたらまだ全然大丈夫です。てか自己紹介って何書くの。名前、年齢、好きな食べ物とか。あ、そうそう、誕生日ね。ナジさん、お絵かきで自己紹介。あ、いいね、おもろい。やる、あとね。ソウリさん、相変わらず。そんなことないです。馬ねになっちゃった。もういいや。なんて書こう。マリウスさん、何か食べるコーナーもあるのかな。今日はもぐもぐタイムなしです。みんなもぐもぐ好きなのかな。好きだったらするど。好き。私は好き。え、まあまあ私も好きです。スカピーさん、今日は何してたの。うん、そう、そうなんか言っちゃう。今日はスクールでしたね。うん、スクールでした。頑張ったよ。スカピーさん、休みの日は 何して過ごしてる。土日はってこと？うん。大体アクターズです。ね。はい。スプラッシュさん、紫のスカートやったね、シルフィードさん。そうね、今見たんですけど、めっちゃ可愛かった。履きたい。ね。欲しいな、あのスカート。スカピーさん、今日スプラッシュ見に行きたかったけど、仕事で見に行かれなかったの。仕事お疲れ様です。お疲れ様、お疲れ様です。お疲れ様です。ミミを見に来てくださってありがとう、ありがとうございます。ありがとう。まゆさん、 STU はアルパークの近くで握手会してるらしいよ。行きたい、行きたい、行きたい。ねえ、ゴリちゃん、ゴリちゃんも行きたいね、一緒に行きたい。スマイルにマー君さん、握手会場だよ。今からミゾの、今からミチの生誕を。ミチのセンター祭今日やんの。6日の公演じゃないの。私何に行くの。6日の公演じゃなかったですか。あれ違った、違うのかな。あ、ごめん、しおさん飛ばしまった。ちょっと時間終わった、やっと声聞ける、ありがとう、しおさん、イエーイ、ケチン。しおさん、もぐもぐが好きなのはケイチンだって。そうだよ、みんな好きだよ、もぐもぐ。テトさん、ケイチンをもぐもぐさせると、丸くなってしまうから。ふかっ、震え。シルフィードさん、
発表会の練習だね。頑張ってますよ今ね。全力頑張ってます。つかぴーさん、スクールお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんて書こうね、マジで迷ってる。長いよね何書こう。何でもいいよ。何でも何でも何でもいいんじゃない。何が好きかな。ハマっとるもんとか、そんなんでも。丸別ゲーム。いや丸別ゲーム地味すぎんか。アイドル、まゆさん、アイドルだったらメンバーカラー何色がいい。だって水色、あ、好きな色、水色。朝日は濃い色がいいな。パステルカラーが壊滅的に似合わないので。嫌いなもの、濃い色がいいです。スカピーさん、2人ともありがとう。ありがとうございます。早く書いてほしいねもうないの。また書こうと思ったら書き足すね。それでもいいですか。いいですよ、いいですよ。あ、キカスティッチがね好きだから、スティッチ書くわ。ちょっと一回コメント止まりますね。なんで、え、書いた、え、書いたら言うんじゃないの。あ、それ間違えた、なんでもない、ごめんなさい来年にはナナミンがスプラの紫になりたいね。憧れです、憧れです、憧れです。あ、しおんさん、あ、ケイチン、そういえば昨日誕生日やったんだけど何も言われないよ。知ってるよ、知ってるよ、ごめんね。知ってるよ、だってツイッターで見たもん、ケイカ見たもん制服姿で、あの、見に行ってるの見たもん。結果、玉川見に行こうかと思ったけど、制服だったけ行かんかったけど、うん、見に行こうかと思ったもん。おめでとうって言いに行こうかと思ったもん。でも制服だって知ったのは今朝だけどよし、はい、結果が読みます。おめでとうございますって言った方がいいよ。おめでとう、ハッピーバースデー。あ、かっこや、OK、なんかあげるの。しおさんばっか書いたら、そうだね。よば、バースデー、ユー、せーの、ハッピーバースデー、トゥーユー。ゴリちゃんも、ハッピーバースデー、トゥーユー。ゴリちゃんもダメだ。しおんさん。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとうございます。おめでとう。ゴリちゃんも一緒に、おめでとう。あ、やってる、ゴリちゃんも。はい、うん、行く。あ、じゃあここです。メイさん、では、ケイカが読ませていただきます。お願いします。こんにちはまやさん、みちゅ生誕ライブ当たった、当たったの。行きたい、行きたい、いいな、つろう。なんでもういいじゃん、言えばいいじゃん。内緒ね、みんな。奈良も内緒じゃなくて、内緒じゃなくていいから。奈良もね、みちゅの生誕祭当たったの。うれしい。ケイカ連れてってくれないんだって。ごめんね、ケイチン。ケイチンばっか誘ったら悪いかなと思って。そんなことはなかったね。ね、ゴリちゃん、ね、今度一緒に戦場公園行こう、ね、スマイルにアニマーくんさんケイチンが聞いてくれ横断幕で写真撮ります。断票もらったよ。どれ、断票センスとかじゃない。センス、うちは、あ、分からん分からん。横断幕で写真撮ります。どういうこと。マックさん教えて。つかぴーさん、僕は未知の生誕祭ゲバントホールに行くよ。いいな、連れてってよ、みんな行きたいんだよマー君さん、2人ともセンス。うちは、うちはいる。欲しい、欲しい、欲しいけど申し訳ないよ。そうだ、うん、マー君さんが大事に扱って。そうです、
カピーさん、ふなっしー好き。好き。この前さ、テレビでふなっしーの特集見たんよ。深い話かな。見た？でもさ、見てない。見ればよかった。ふな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 っしーってやつ。ふなっしー汁ぶしゃもうマジで可愛かった。次XL さん、ケイチンとケイカさんの使い分けはどんな時？なんか、ななみちゃんが遠くからケイカを呼ぶ時はケイカはーんって呼ぶけどあと LINE でなんか呼ぶ時はケイカはーんって言うけど、で近くに行ってはいって言われる時はケイチンケイチンって言うケイチンは軽く呼ぶ時に呼びやすくて、ケイカはーんは声が出る。そう遠くにいるケイカを呼ぶときはケイカはーんで、近くのケイカはケチンケチンで、オッケーみんな。LINE はもう候補にケイカはって出てくるから。そうそうそうで、マリウスさん、アサヒさん、受験終わった？終わったよ。終わってる。スカッピーさん、ジャニーズの曲聴いたりするのかな？この前ね、あ、てかね、ミュージックステーションとかでよく聴いて好きな歌だったら覚えたりするかも。なんかね、いっぱい聴くよ。結構ジャニーズ聴くけど、なんか人も覚えるけど、なんだろう、がっつりなんか有名な曲くらいしか知らないかも。好き。面白いじゃないや。なんかね、リズム感が好きなんだ。あとダンスのこう、パキパキパキっていうのが好き。ゴキブリ？お前私嫌いじゃん。 XL さん2000人、200人超えた。書いて書いて、これでいいの？うん、ほっそもく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 細い。あ、ちょっと切れてるっていう。あ、でも見える見える。いけるいける。お、200人ありがとう。皆さんありがとう。しおんさん、ありがとう。来てくれてもよかったのに。いや、行こうかなって思ったんよ。すっごい迷ったんよ。マジでどうしようと思ったけど、なんか、あうんってなったの。だからなんかツイッターに動画とか載ってたら、はっはっはって思って。でもさ、みんなに、あ、つかぴーさん、兄弟姉妹いるの？私は姉と兄がいます。私は弟と弟がいます。おー、おー、末っ子、長女。長女わかりやすいね。書けた？書けました。お、じゃあちょっとコメントは一旦コメントストップしちゃいます。ストップして呼びますね。じゃあキッチンからでいいですか？ゆきおですよ。はい、はい、じゃあ自己紹介します。イエーイ、聞いてね聞いてね。どうぞ。見てないもん。ナナが持っとこう。あ、呼び邪魔。こんにちは、佐藤恵佳です。高校1年生の15歳です。ね、誕生日は3月16日の15歳です。もう一回言いました。嫌いな食べ物は、嫌いなものは甘いもので、で好きなものはおつまみとか。丸罰ゲームに最近ハマってるの。丸罰ゲームみんな知ってる？知ってますか？知っ てください。あの、なんか丸が3つ並んじゃいけない。だからアンパンマンの鼻とほっぺたはダメなんだよ。で、好きな色は水色です。まあ小学校のランドセルも水色でした。学習机も水色です。このボードも水色、うん、好きなの水色が。あ、このミニオンも水色だし、アンパンマンも水色だよ。うん、好き、水色。終わり。イエーイ。よろしくね。早速ツッコミが。うまねって何？はい、うるさい。はい、次ななみちゃんの番です。はい。はい。どう？ケイカが持つんだった。ごめんな。あ、ありがとう。分け目ね。はい、朝日ななみ。中学3年生の15歳です。12月13日生まれです。はい、好きなものはタピオカと焼き芋です。嫌いなものは虫とヘビです。
食べるんですか？虫とヘビ。え、物じゃっけ？食べ物な。だって好きなもの食べ物なのに嫌いなもの物になるっていう。好きなもの最近。あ、でもいっぱいあるよ。うん、好きなものはね。やちゃん嫌いな食べ物の話。嫌いな食べ物。嫌いな食べ物は。イカの刺身があんまり好きじゃなくて、あー、わかるわかる、変な甘さが、いや、それは好きなの、噛み切れんのこの前、小学校の時に喉詰まらしたのうえってなった、そっからちょっと気まずい。あとホルモンも好きじゃないです。あとなんだ、あとセロリとか一般的な、なんか、あ、辛いもの、あ、そう、辛いものが極端に食べられなくて、なんでケイクが知っとんやばいよね、辛いもの食べられない度合い、うん、なんか辛い何でも辛い本当に辛いんです。いや、なんかカレーの甘口が辛く感じるぐらい辛いです。辛いです、辛くないです、辛、うん、甘い、苦手です。よし、よきよ、もうちょっとなんか言う。葉っぱが嫌いです。野菜の葉っぱが食べられます以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。なんか質問、質問？ブーン、増えた、晴れる、あ、あ、お、お、いや、消えちゃった。でも、ななみちゃんも結構つらい。噛み切れない系がダメなのか。そうなんですよね、なんかずっと口の中にいて、ホルモン焼肉屋で口に入れて家に帰るまで噛んでたことあります家でちょっとえってやりましたおー、300人 ありがとうございます。色つけようよ、せっかくだから。そうね、そこじゃ色つけようよ。メイさん、好きなキャラクター知りたいって。え、言っちゃう？言っちゃう？別になんもないけど、好きなキャラクター。うんとね、いっぱいおるんよ。でもディズニーだったらスティッチが大好きで、うん、ずっと見てた。リロ&スティッチも見よったし、スティッチびっくりマークも見よった。あのユーナとスティッチのやつ知っとる？この当社頭ギザギザのパイナップルにしてやるわってやつ大好きだったの眼中とか。眼中？何、ニャン中じゃない？え、違う、でっかいナマズって言われて、ハムスターがおって、わかんねえすっごい声低いよ。眼中、眼通、眼通だ、眼通だ、眼通だ。紫のナマズ、分からん。大やつ、悪役のこんなやつ、こんなやつ。え、分からん。分からん。スティッチが分からん。スティッチ分からんか。スティッチ分からんの。スティッチっての分かるけど、スティッチ以外は分からん。あ、インサイドヘッドも好きだよ。あ、てかディズニーが好きだな。うん、毎回泣く。最初のさ、ディズニーの長編アニメの前にさ、短編アニメあるじゃん。うん、あれで泣くんよ、もう。なんで？あれでも好きだーって感動して泣くんよ。でもここら辺びっちょびちょ。もうベイマックスとかボロ泣き。見たことないわ。お兄ちゃん。って思ったの。はい、次。はい、好きなキャラクター。好きなキャラクターはですね、USJ とかはアニメのキャラクター。あ、プリキュアが好きです。あ、好き。ファイブがね、ファイブのね、ローズだっけ、名前が出てこねえんだけど、ピアだ、紫の長い髪の子、ローズだっけ。紫、あ、違う違う違う、薄い紫のやつ。フレッシュプリキュアだ。
フレッシュプリキュアのファッションが大好きです。全然わかんないよね、ファッションが。わかる？ファッションがめっちゃ好きで、カチューシャ買ってもらって、ここ羽、プラスチックの羽がついてんのなんか大人にぶっ刺しまくってて超好きでした。アンパンマンはロールパンナちゃんが一番好きです。ケイカはコキンちゃんが好き。かわいいよね。伝わるのかなこれはい、テトさん自己紹介終わるまでで約30分経過しました。やば長いね。大丈夫、最後の15分ぐらいで追いかけすればね、うん、スカピーさん2人とも仲良しだね。うん、くだらないというか仲良しというか、うん、仲良しです。仲良しですはい、ヒカルさんフォローありがとうございます。ツイッターかな、わかんない、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。テトさん、それもうガムじゃんホルモンの話でしょ、俺たぶんそうなんですよ、じゃあ味がない、噛んでしてるって感じ、ブヨブヨのホルモンをずっと口に入れてたはい、シアンさん、今日はバイト、自動車学校、バイトってハードし、バイトってハードスケジュールなうなそう、えらやば、充実してますね。でもなんかさ、家でゴロゴロするのもいいけど、なんかそうやって忙しくする生活もね、なんか充実してるって思いません？なんか私、あ、忙しいみたいな感覚、わかる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 、今日も忙しいみたいな感覚で入れるのがいいなって、良きようだと思います。グッジョーグッジョー。結構かね、なのかよね。うん、ナンジさん、イカは細切りにして塩コショウとカレー粉で炒めると噛み切れるし美味しいです。そうなの、やろう、今度作ろうや一緒に。いいよいいよ、え、絶対美味しい。カレー粉、カレー粉はマジでうまいと思います。噛めるかどうか、私が私もまだ前歯は使えないんで、うん、スカピーさん、バス、電車乗るときは前に座る、後ろに座る。後ろ。え、どうだろう、なんかわかんないわ。後ろの方の前の2列目やね、いつも。そうそうそう、そこです後ろの顔の方が好き。結果一番後ろでこう寝てる見られないもんね、一番後ろだと。そう、そう。 XL さん、画面が揺れている。ここ叩くとね、揺れるんよ波できそうだね、これ。テトさん、ん、なんか、うん、一人ずつ読んでなかった今まで。2人ずつだったはず。ごめん、間違えたけど、ごめん、2人ずつで。テサさん、今のプリキュアもちゃんと見てる？ちょっとね、今はね、日曜日の朝が見えないのよ。ちょっともう出てんだよね、家を。だいたい家からゴーってして、そうそう、昔のプリキュアがすごい好きですそう、ケイカも2人はプリキュア好きだった。スカピーさん、ナナミンはどんな車に乗ってドライブ行きたいですか？いや、私はドライブがあんまり好きじゃないので行きたくないかななんかどっかそこに目的地があって、そこに行くまでの車の道のりはすごい好きなんですけど、ただドライブってなると、うわ、来てくるよね同じこと言いよったよねあ、でもなんか、うん、途中でどっか食べ物買ったりしてならいいけど、あー、ずっとドライブだとね。そう、ただ乗ってるだけだとちょっと車酔いしちゃう人だから、わかるわかるわかる食べ物が欲しいです。はい、ここです。ん、まえさん、明日仕事だ。まえさん頑張れ。お疲れ様です。じゃない、頑張って頑張って。ケイカたちも頑張る。明日撮影会なんだ。言っていいの？うん、ツイッターも撮ったよ、お前。テルさん頑張ります。頑張ります。頑張るね。いつかまえさんにも撮ってほしいですね。うん、なな、うん、うん、うん、テトさん、2人で料理は危険でしょ。そんなことないよね。ないよないよないよね。ねえ、ねえゴリさん。いや、なんで首をかしげる、なんで首をかしげるのかなで、ケイチになってクッキーの作り方うまいって学校で言われたんでしょ。そうよ、ケイカね、学校のみんなにクッキー作ったんじゃ、みんなじゃないけど、なんかクッキー作って美味しくて、で、また作ったら、なんかアクターズのみんなにあげるためにちょっと残しとこうと思ったのに、みんなに食べられちゃった朝日はまあまあまあ、包丁を戻せない限りは多分いけるよね。うん、いけ
きり。包丁の使い方レンジがあれば大丈夫。そう、今の時代はレンジがあります。そう料理じゃないっていうね、もうハサミとね、ハサミと具材とレンジがあればいい包丁も持たなくていいよ。よっしゃ明日も部活に、あ、しおんさん、明日も部活に行って昼ご飯食べる暇なくバイト。やば、ウィダー、ウィダー、ウィダー大切。30秒ケイトもウィダーなんじゃ。ごめん、潰れたのしかねえわ。いや、ねえわやん。ウィダーで30秒回復してください。ぐっちゃぐちゃのウィダーがあるよここだけ映しとこう。ウィダーちょっとダメみたい。お茶を飲んでますけど、うん、今ちょっと待ってくださいね。その前で私が読んでます。チルフィードさん、揚げもみじ作る配信やろうよ。だって、うん、作りたいね、うん、チーズハットグも作りたいねってね、うん、ずっと言っとんだよね、うん、言っとるできた、一緒にやろうね、うん、チーズハットグと揚げもみじ作ろう。揚げ物じゃん。見た。つかぴーさん、何時に起きて何時に寝てる？最近6時起きかな。私は6時15分起きです。変わらない何時に寝る？何時に寝る？12時？12時、遅くて1時。分かる、遅くて1時、早くて10時。早っ、11時。1時間ガッて寝る。分かる。ここです。テトさん、じゃあジッハーのエンディングテーマ聞いてないのか。そうなのよ、なんかパピプペ、パピプペパパパパライ、ロマンチック、聞いてみたいですね。ゴリちゃん、ゴリちゃんが教えてくれた詳しい、本当に。テトさん、お子ちゃまにはまだ早いな。なんだって？何が？なんだって？ハンの方、ナイフでしょ。ん？ナイフでしょ、包丁。包丁が？お子様じゃないよ、もう大人。大人だよ、大人だよ、大人だよ大人だよはい、つかぴーさん。はい、つかぴーさん、乗り物酔いするの？めちゃくちゃします。昔ひどかった。わかる、わかる。もう画面、スマホとかのなんか画面見てなくてもしよったもん。そうそう、わかるわかる。もうだ、もう5分くらいでもってなって、それは早い。早いよね、マジで弱かったんよ。乗り物が乗れんかったんよ。わかる、全部歩きたチャリだったしおさん、あー明日の撮影会行きたかった。いつか来てください。うん、頑張るから待っててね。めいさん、誰が読めばいい？いつけ、やった、あれ、あ、そう、まあ、さん、3分あ、全然いいよ。いつかまた2人撮りたい。いつもの私の、いつも私のカメラ見てくれるから好き。撮ってほしいです。撮ってほしいっす。カシャカシャ、なんかあなたの、あ、テトさん、包丁持たない料理っていや結構できるよ ね、砕くだけとか、うん、そう、バン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 で、チーン、そうそうそう、完成。はい、シオンさん、え、今からバイト行って包丁持って料理するんじゃけど。え、すげえ。料理屋さん？そのくらい？よくない？料理できる人かっこよくない？ね、こたた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 たゴリちゃんが笑ってる。シオンさん、よし、バイト行ってくるね。グダグダになりすぎんように楽しむよ。ありがとうございました。頑張って、頑張って、バイバイ。頑張って、頑張れ。うん、ダンジさん、大人だよって子供しか言わないセリフ子供だよ大人しか言わないセリフマリウスさん、大人ならククのなら、ククのナナの段言える？言えるよね、うん、言う？七一が七、四に十四、七三二十一、七四二十八、なんか七五です。七五三十五、
7642777856767963おーイエーイ。掛け算好きだもん。わかる。わかる。なんか割り算より断然好き。割り算割れんやん。え、結構葉っぱむしゃむしゃ64が好き。何それ知らん。パパがずっと言った。葉っぱむしゃむしゃ64よ。普通に葉っぱ64でよくない？葉っぱむしゃむしゃ64。知らんのみんな。独特。スカピーさん、バレンタインデーチョコ何個もらったって。結構は思い出したくない。私も思い出した。周りがちょっと受験で周りが忙しいのでね。結果も周りが忙しかったってことにする。周りが忙しいもんね、今。うん。ケジつらいよ。座ってても誰も届けに来ない。私会ってんのに誰も来なかった。つらつらいよ。つら慰めてみんな。40分400人ありがとう。400人だってコメント読んだのか。うん。バレンタイン、チョコは手作り店で買ったりするだって。手作りかも。手作りかもですね。買うことの方が少ないかも。それな。どれが美味しいか分からんけん買わんわ私。分からんもんね。何がいいか。高いもんね。高い。うん。ここ。つかぴーさん、自動運転の車乗ってみたい？気になる？うん、気になるけど運転したくない。まだ免許も取ってないから何も言えない。はい、テトさん、じゃあ 12×12 は何言えるんだ。4 134 144 144ですね。じゃあ11×11は121。ピポーンクックできる、すごってシルフィードさん。引き算の方が苦手。わかる。できなかった。できなかった。なんかやってなかった。2年生の時になんかマス目でいっぱいここでこうなっとってさ、ここに1、2、3、4と置くの。わかる。わからんか。わからんわ。なんか表があったよね。そう、それを1分以内でやるとか。なんかお絵かきしてんの？こんまじゃ。やろ。お絵かきするね。皆さん。企画に移ります。移ります。ペン消えた。あるよ。あ、ほんま？どうする？はい、あ、切っちゃった、間違えた。あぶねー。じゃあ、木がキシキシしとくって読んでていいよ。はい。テトさん、そろそろ企画に移らない？はい、移ります。よいしょ。マリウスさん、言えない先輩がたくさんいるからね。言えない人おるの？やばくね。掛け算もまだできるよね。瀬戸さん、2人ともぼっちと。やめて。うるさい。違う。違うよ。違います。ぼっちなんかじゃない。この子を楽しんでるの。強い強い。汚いね。シルフィードさん、400人超えたね。うん、超えた。イエーイ。ナンチさん、あ、さっきのイカの細切りはイカの刺身じゃないとダメだから包丁苦手だと難しいかも。いや、切れてやるやつね。あれはメインはあのイカそうめん、イカそうめん、そうそうそう買えばいい。あれ買えばいい。つかぴーさん、ナナミの手作りチョコ食べてみたいな。ナナミよりちゃんとケイチの方が美味しいよ。ナナミすごい雑だから投げ込んでんの。ふるって粉書かれとるやん。うん。ふるはないもんね、もうめんどくさくてめんどくさくて。チョコ苦手。つかぴーさん、18歳になったら車の免許取りたい？一応取っときたいかも。なんかあった時ヒュッパッパッパッ。絶対事故るよ。ドナルドダックみたいな。パッ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 。ゴリさんの顔がひどい。AKB48 チーム8の恋する充電プリウスって知ってる？知らない。わかんない。
聞いてみます。何かの人かな、何かのスタートと、なんだっけ、でで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 、スタートと、何か知らない、48度、うん、あと蜂の巣ダンスと、ゆいちゃんがセンターのやつね。よし、今日は移ります、移ります。題してお絵かきコーナー、イエーイ。じゃあ皆さんにお題を出してもらったらね、そうですね、書いていきます。制限時間1分くらい書くの、うん、3個くらいしか書けんかな、ゲラゲラ笑うけど。どっちが、どうぞ、先着順です。やばい、コメントが止まるというね、ここに。なんということだ、なんということだ。シルフィードさん、スティッチ書いてって。スティッチ、あ、得意よ。待って、それはケイチンが、テロップ書いてなかった。画面グワングワしてるよ、今グワングワしてる。ごめんなさい、みんな目つぶって酔っちゃう。お絵描き、ついてる。よし、ではスティッチ描きます。スティッチ描きます。ポンちゃん、あ、ゴリちゃん。タイマーお願いしてもよろしいでしょうか。1分間。オッケー、よーい、よーい、スタート。やばいやばい、黙っちゃう黙っちゃう。待って待って、はどうしよう、ひどい、過去にないくらいひどい、どうしようどうしよう、うん、え、もう終わる、あと何秒、やばい、え、みんなみんなやばいよ。え、うまくない、結果30秒、あとあと30秒いけ、私ならできる、どうしよう、私ならできる、やばい、うまくない、うまくない？え、かみってるかもしれん。え、やばいやばい、どうしよう。体を描くとひどいこと。四、三、二、一、はい、終了。え、やばい、全然。いや、これはしょうがないから。せーの。うまくない、ケイカ。待って、借りていい？ありがとう。ええー、勝った。え、待って、絶対ケイカじゃない、これ。ありがとう。え、待って、絶対わからんかった。みんな、あの、うちらが固まって帰った時、次これね、うん。うまいよね、ケイカ。ケイカ、うまいよね。ずっと授業中練習しようとしてち、やばい、やばい、やばい、でも分かったよ、なんか古典の授業中、あ、見て、惜しい惜しい、ちょっと惜しい、ちょっと見て、惜しい、ちょっと見て、ここ、ここのピヨピヨ見て、ちょっと出してほしい。あの弁当のさ、小分けの、あの緑のバラン、バラン、バランみたいな。ちょっと惜しくない？いや、でも鼻の形とかあっとる。あ、そう、耳になんか模様があると思ったんです、私は。耳がこんな。次次、ナナミひどいなって、キーカーうまいって。いやスティッチと謎の生き物って言われた。消します、佐藤消します。惜しくないですって言われた。どこもティッチ足りよ。よし、次次次のお題は、次はですね、テトさん、お互いの似顔絵です。 OK です、頑張ります。参りましょう。1分で見ていいの？1分、うん、いいと思う。え、待って、これ2分のやつきつくない？1分半は、あ、1分半にしよう。1分半もらいます、ごめんなさい。ありがとう。じゃあ行きます、行きます、よーい、ドン。待って、横顔になっちゃった。ねえ、待って、うんこみたいになっちゃった。ひどいね、なんです。
え、アニメ系？え、どういう系？ケーチンじゃない。うまくない結構。やばい、またまたスティッチのようなことを繰り返してしまう。やばい、誰も喋らなくなってしまった。あ、待って、ゴリちゃん喋ろよ。ゴリちゃん喋ろよ。ケチは耳がでかい。え待って、顔でかくなっちゃった。え、全然違う、ケチンができない、どうしよう、怒られそう。待って、ナナミむず。ケチンむずいよ。あと10秒？やばいやばい。あって、全然ケチじゃない。ねえ、ごめんね、ケチ。違うよ、ナナもっとね、ケチ。完成。はい。終了。あ、ハゲとるわ。ひどい、やばい。500人？ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー、いくよ、みんな、せーの、ドン。あのの やば、あ、誰それ。ナナミ、ナナ首から下書いてない。 ねやばくない、やばくない、どうどう、ここハゲてんだけど。二人の友情にひびが入るから入りませんよね。ね、これくらい大丈夫。二人ともひどいからね。ちょっと殴るくらい。ふふふふ、うーんっていう正直な感想が。どう、ちゃんと結果アンミって書いたい、この余裕。いや、見て、このケイチの耳のこの可愛さをね、出したかったの。結構ハートも描いたよ。あと、ナナミの特徴的な大きい鼻を描いた。高い鼻か。あと、ちょっと今日前髪分けがいいってマヤさんが言ってたから分けたんで。どう？このアドリブ。逆じゃん、分け目。ほら。こっちだよ。こうやって見たら一緒。こうやってやったら鏡なんよ。どう？このケイチの鼻筋ね、この綺麗な。汚いよ。矢印じゃん、それ。矢印書いとるくない？なんで？矢印書いとる。違うの？意地悪。あ、まつげない？しかも、白目向いてるしね。矢印。ななみの結構リアルって。やった、ありがとう、ありがとう。結構ケチンでしてる？いや、でも絶対こっちよりいいよね。嘘、絶対いい。え、結構うまくない？え、見て、並んで、ほらほらほら、似とるよね。いや、でもケイチ並んで、これ。あ、でも分かる、あ、分かるよ、ほらほら、寄せに行くっていうね、二人とも。いい感じ。あ、ケイチの方がいいって言われた。ほら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 ね。え、やだ、違う、勝負じゃないんだよね、今回。うん、追いかけしようっていう。ちょっと追いかけ練習、いつか勝負しよう。いつか勝負、いつかね、や、投票もしてね。ドナルドダックだって。ドナルドダック、あと5分しかないよ。じゃあラス1です。ドナルドダック、はい、1分で、1分でドナルドダック。待って、きつっ。よし、OK、できた。逃げたなって言われたってことで。違うもん、今日は勝負じゃないから許してほしい。じゃあ、よーい、ドン。待って、こんなんじゃない。あ、今回来てるよ、来てるよ。あ、違う、来てる。あ、来てる、いい感じ。来てないよ。いい感じだよ。来てないよ。来てる。来てないよ。あ、ちょっと違う。待って、ひど
だ。あれこんなキャラっけ。鼻ってここにあんの。え、来てる来てる来てる、どうしよう、うまいかも、来てない、過去最大にうまいかもしれん。やばい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 、終わりでーす。よし。だって、やばい。いきます。ちょっと似とるくない？トライトリオ特徴。違うよ全然。目でかいのと、でかくない。粒なのと目が。いやでも絶対これなの。見て見て。はい。はい、これ本物。ありがとう。どっちが上手い？もうちゃんと船って書いたんじゃ。どうなる？いや前見てこのね、帽子、帽子、斜めかぶりやめて。なんかちょっと格好つけてる感じ。ちょっとシャレとる。シャレとるシャレとる。見てこの赤いリボン、リボンリボン書いたのちゃんと。胴体まで書いたもん結構。いや書けんかったんやって。いやもう空中にボタンが浮いとるけど。え、ダラミンが上手いって。来ない、ごめん。どう？頑張ったくない？これどうなんでしょう？ドナルド、はい、100均で売ってそうって。どういうこと？中国産のドナルドみたいな。キッチンのは何って。なんかおるよねこういうの。あ、銀玉のさ、エリザベスじゃん。エリザベスじゃん。何書いてんの。いけんがエリザベス書こうとしたよ、うん。元のお題が違った、ね、間違えてた私、ナナミンが間違えた。なんだケチの勝ちか。くそくそ、悔しいな。また次当たりに帰ってこい。イエーイエー、かかってこい。一緒にかい。いいか。よっしゃ、いい時間ですね。7時になりますな。投票、投票してみるか。いつか投票してみようと思ってる。じゃあ団長読みをどうぞ。ね、これさ、これさ、さっきランキングってあったんよ。それじゃん。あ、見れるよ。あ、やった。これスクショしたらいいんじゃない。スクショせんでも朝日がいるけど。え、最下位まで見れるじゃん。それよ、嬉しくなくない。あ、最下位じゃなかった、ごめんなさい。100位までだ。100位から読む、それはいいや。長くなっちゃうわ。じゃあ13位から読もうか。はい、書くのも書くのもいいかなって思ったりしてます。なんかじゃあ3位と2位さんが書いとったんよね。あ、3位と2位と1位かな。先読ます。よし、はい、ちょっとスクショします。ごめんね。はい、スクショしてどうすんの。いや、かけて何いいかな。あ、ななみに送れんのか。そうよ、いけん、それはもう読まんと。あー、すごい。これ見えて大丈夫。あ、失敗した。あ、ビデオだ。ちょっと待ってください。え、これ音ならんの。なるよね。タイム？え？ライブ？もうこのまま読んじゃう。あ、嘘だね、ごめんなさい。はい、はい、では13位、オノレットさん。おー、ありがとうございます。12位、つかぴーさん。ありがとうございます。7位から、11位、初代新人さん。ありがとうございます。11位、XL さん。え、11位、え、10位じゃない。11位、初代新人さん。ありがとうございます。10位、 XL さん。ありがとうございます。9位、褒めとれさん。ありがとうございます。そして8位は、もんちゃん。ありがとう、もんちゃん。ゴリちゃんも喜んでるよ。ダメ、ボンちゃんと仲いいもんね、ゴリちゃん。はいはい、変わってないよね。変わってないでしょ。うん、変わってね。
マレスさん、ありがとうございます。ありがとう。5位、924番さん、ありがとうございます。4位、たくちゃんさん、ありがとうございます。今ホワイトボードをね書いてますので、ちょっと待ってくださいね。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 OK。第三位。バン。まゆさん、ありがとうございます。イエーイ。そして、そして、二。ブルル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 ソーリさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。伝わったかな、伝わったかな。そして1位は、ブル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 、待ってくださいね、まだ間に合ってない。はい、雑談、ナナミの雑談タイム、ね、あ、テトさん、毎回パチ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 ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。次配信はいつになるかまだ未定です。そうね、次も来てね、来てね。迷う、何書こう。ちょっとキッチが今頑張って書いてます。ちょっとお待ちください。なんか今週あったいいことは、今週あったいいこと、うん、んとね、今週は、今週、まあ、未知の生誕祭が当たったことですね。うん、それが一番嬉しかった。嬉しかったです。それ以外はもういつもの通りの日常でした。うんうんうん。何もかもなく、不可もなく。そう、普通の平和な日々。日々。キッチンは。ケイカは、ね、ちょっと痩せれた。おお。キチすごい痩せてるんだよ、みんな。画質悪すぎて伝わらんのかな。何かこう、いいかな。よし、はい、はい、第1位は、ブン、ペトさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。みんな感謝いたします。感謝、ありがとう。みんな見に来てくれてありがとう、ありがとうございます。じゃあそろそろ終わります、ね、そろそろ終わりますか。では皆さん、今週も一日お疲れ様でした。今週も一日、うん、今週も一週間お疲れ様でした。来週も ね、みんな頑張りましょう。はい、お互いピースしよう。スクショタイム、スクショしてくれてもいいよって、いいよって言ったら抜けてくれて、そしたらミミ、ハッシュタグミミつけてもらう、ハッシュタグミミ、ハッシュタグミミをつけてくれたらリツイート、わかりますんでお願いします。じゃあ5秒間だけ、よーどん。待って待って、負け目負け目、待ってよ、みんな待って、近寄ろう、遠くね。あ、これ持つ、携帯持つ、これ、あ、オッケー、顔が見えてる、こうね、オッケー、せーの、長い、1,2,3,4,5 オッケー、みんなありがとう、ありがとう。長引いちゃってごめんね、毎回。本当だ、本当にごめんなさい。お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ミミィでした。バイバーイ。バイバーイ。
左端だよ。